今回はちょっとね動画出すの遅くなってしまったんですけれども、去年チラスマスに行った時に視聴者さんとメーカーさんからいろいろとプレゼントをいただいていたので、そのご紹介をしたいと思います。まず1つ目、これはね個人作家さんからなんですけれども、はい、こちらフィギュアですね。めっちゃ可愛いの、チンチラのフィギュア。はい、こんな感じですね。すごいよね、クオリティが高い。プーちゃんに似てるということでバイオレットのフィギュアをいただきました。このフィギュアは前回チラスマスの時の動画でも少し出ていただいたカプリスっていう作家さんの商品になるんですよね。めっちゃ可愛いね、ありがとうございます。はい、続いてこちらですね、フォーユーということで、あ、これはちょっと個人情報が出てるので一部モザイクかけますね。はい、プーちゃんめっちゃ可愛いね、すごいね、プーちゃんの絵が描いてある、ありがとうございます、めちゃめちゃ可愛い。はい、続いてこちら、これはこの他にもお菓子とかも、はい、一緒にいただいたんですけど、なんかね謎の箱が入っていたのでこれご紹介したいと思います。おー、すごい、すごい、マグネット付きでこれどこにでも貼れるらしいんですけど、このヒゲもうついてるヒゲを抜いて、ここにプーちゃんのヒゲを刺してくださいって書いてある。めちゃくちゃクオリティ高いね、しかも冷蔵庫とかにまで貼れちゃうっていうね、やば、ありがとうございます。これは作るの大変だったろうね、すごい。今回このご紹介させていただいたものの他にもたくさん名刺であったりとかお菓子をいただきました。今回いろいろプレゼントしてくださった視聴者さん、ありがとうございました。で、続いてなんですけど、僕今までもいろんなイベントに出させていただいたことがあるんですけど、そういう時ってだいたい撮影で忙しかったり、あとは視聴者さんからありがたいことにたくさんお声をかけていただいてお話をしていることが多くて、ほとんどねブースの中歩き回るっていうことができなかったんですね。で、本当はたくさんのメーカーさんとかも出店してることが多くて、サンプル品もあるので欲しかったんですけど、なかなかその時間を取ることができなかったんですよね。ただ今回ですね、なんとこちら河合さんからなんですけど、プレゼントをいただいたのでご紹介したいと思います。河合さん、ありがとうございます。うわ、すごいたくさん入ってるはい、まずこちらリーフマットですね、チンチラとデグー用 S サイズ。こういうのね、ケージの中に置いとくと、まあ、ピーちゃんはそうでもないかな、チンチラのプーちゃんはね速攻破壊しますね、ありがとうございます。お、これはこれデグーの極み、デグーのピーちゃんもチンチラのプーちゃんも大好きなデグーの極み、デグー用なんだけどね、チンチラも意外と食べるっていうねこれはあげたことないですね、チンチラ用で「めぐみ」っていうヘルシーフードって書いてあります。はい、続いてかじるおもちゃ、かじりか X、 こういうおもちゃもあるんですね、かじりながら遊ぶおもちゃ。これはプーちゃんもピーちゃんもケージにつけといたら遊びそうですね。ロールスティック、ぶら下げるタイプのおもちゃですかね。はい、そして最後、うさぎの極み、トリーツ、毛玉ケアと乳酸菌みたいです。まあ、プーちゃんもピーちゃんも意外とねうさぎ用とかでも関係なく食べちゃうと思います。まあ、後ろに対象動物書いてありますね、うさぎ、チンチラ、モルモット、デグーなどの草食動物用って書いてあるので、全然あげても大丈夫だと思います。はい、とまあこんな感じで河合さんからもたくさんのプレゼントをいただきました、ありがとうございます。河合さんからいただいたロールスティック、ここにつけておきたいと思いますデグーのピーちゃんはケージの外では遊ばないかもしれないけど、プーちゃんはたくさん遊んでくれると思います。あ、なるほどね、こういう感じなんですね、たくさん入ってるんですけど一個一個バラバラになってるみたいです。あ、これいいですね、いいですね、何回も遊べていいですねこんな感じでいいのかな、だいたいこういう風にね縦長のタイプなので、こういう横長のタイプって新鮮味があっていいですね。プーちゃん遊んでくれるかな、おいで、一瞬プーちゃん手で持ってた方が遊ぶかい、はい、どう、無視プーちゃんおいで、プー、まあまあ
まあこういうのってね、遊んでほしい時ってね、なかなか遊んでくれないんですよね。忘れた頃にプーちゃん気になって遊んでくれると思います。もう一個つけておこっか。お、気になるかな。ちょっとは気になるんだよね。いっぱいたくさんいろんなものがついてる